はい、SF です。確定申告終わりました。いや、去年失業しちゃってるんでね、所得を申告するっていうことで行ってきましたけども、確定申告をさ、みんなどうやって覚えるの？学校教育で俺確定申告っていう言葉すら知らんかったんやけど、で確定申告のやり方がわからんでしょ？んでさ、今ネットの時代でまあ多少その知識を調べれるのかもしれんけども、俺はその税金をこう納めるっていうさ、こう確定申告っていうものでね、それすら知らんかったんよ。で俺人生でさ、若い時に一回そのとある治療で入院をしたことがあるんすよ。で確定申告をさ、その治療費が20万円ねかかったんやけど、実費でね、まあ、とりあえず7割負担やから、そのさ保険証は出して治療を したんやけど、その実費で払った20万円を当時ね、俺22か1の時かな、レシート全部捨てとるんよ。確定申告っていう言葉とか税金の還付とかさ、それすら知らずに俺大人になってしまった大人なんやね。でまあそのレシートとかさ、領収書はもう意味ないから、もう帰ってくるわけもないしね。だから学校教育でさ、俺一応高卒なんだけども、どこでみんなその確定申告税金を還付してもらうってことを教育課程で習ったの？俺ついてけんっていうかさ、知らないっていうか、学校で教えてくれるもんなんかね、その税金をあれっていうのは。で今回も案の定、そのとりあえずそのレシートなり所得税なりの源泉徴収票か全部捨てずに俺取っとくんやね。もう確定申告っていうものがあるっていうのを認識してからはね。で一応会場まで行って、ネット申告なんてできるわけもないから、能力がないから。で今回も女の人に全部書類バーって横並びにして、でこれはいる、これはいらんとかって分けてもらって、で頭下げてパソコンも触れんもんで、やり方知らんし、どういう風に記入していいかもわからんって言って、お願いして申告してもらったんやけど、だからその合っとんのか合ってないのかも知らんけどさ、だから俺みたいな大人になったら、この若い子がね、もし動画を見てくれとったら、その税金の納付の仕方も知らんの、大人なのにって言われちゃうんやけど、マジでそういうレベルなのよ。だからもしね、社会に出る前に、学生の子がこの動画を見たら、まず税金のことは、必須なんでね。帰ってくるもんも帰ってこんっていうか、で、俺も、何かしら、その、書類の中で1万8000円返ってくるって教えてくれたかな、終わり際に。だから、何がその該当しとったかわかんないですけど、お金は返ってくるんよ、俺みたいに所得が低くても。だからさ、俺が勉強してなかっただけやも知らんけど、社会で通用する知識をさ、身につけてほしいっていうかね。学校の先生が君らの人生で役立つね、大人になるための知識を教育してくれるとは限らんから。テキスト教師が大半やから、その教育課程でね、まあ所詮その学校っていうさ、文部科学省か分かんないけど、そういう学
校団体に雇われた人間が教育免許っていうものを取って教育をしとるだけであって、さあ社会に通用する人間が教育過程で育つかどうかっていうのは、またお父さんとかね、お母さんとか、またわからんけど、塾の先生かもしれんし、またまたもっと違う先生かもしれんけども、その、教えてくれる人から学ばんと、結局俺みたいに、バカになっちゃうよ。うん。でね、確定申告行ってきましたので、周りにね、いろんな人がいるんで、ちょっと今回は短めな動画にいたします。ありがとうございました。